はい、今日もカズ劇場です。よろしくお願いします。本日はこちらです。また何でもベスト5いきましょう。相性ぴったんこだと思う、今日は食べ物いきましょう。ありますね。はい、何が出てくるんでしょうか。さあ行きましょう。第5位ですね、こちらです。じゃん、納豆にネギ。これですね。これやっぱね、納豆いつもかき混ぜるんですが、朝結構食べるんですけど、ネギがあるのとないの全然違う。あ、全然違う。はい、これはね、ネギはね、まあ本当にすごくいい食材ですが、いっぱい言いたいんですけどね、いろんなものと相性合うんで、ただやっぱまずは納豆ですかね。いや、この上のネギとかね、そちらもちょっと捨てがたかったんですが、まずは5位、納豆を食い込んできました。はい、さあいいですね、早くも乗ってまいりました。さあ第4位です。はい、ラーメンの上にもやし。これですね、これね、でもあの美味しいもやしね、あの美味しいラーメン屋さんはちゃんとうまくこのもやしの使い方、いい感じでもやしを乗っけるんですよね。ダメなとこはここがね、もうふにゃふにゃになっちゃって美味しくない。まあそこはね、ちょっと補足で言いたいところですね。ただ美味しいもやしは本当にラーメンの上で生きてますね。生き生きとして、シャキシャキとして美味しい。今あんまり儲からないんで、農家がね、もやしを作るところが減っちゃってるなんて言われてますが、ちょっとどうなるんでしょうか。これはでもね、貴重なんですよね、ラーメンの上のもやし。美味しいのは本当美味しいです。はい、吉祥寺のね、ホープ軒、結構ね、このもやしちゃんとしてるんですよね。なので私は好きです、ここのね、もやし。チャーシューよりもこちらがね。はい、さあ食い込んできました。まさかのもやしとラーメン、意外でした。はい、さあ第3位です。じゃん、カレー食べてる時に水。これどうですか。これ福神漬けとかいかないあたりね、まあこれ福神漬けいいんですけど、もちろん美味しいです、合うと思います。それ以上に飛び抜けちゃって、このカレー食ってる時のこの水、うまい。水うめえな、その後カレーうめえなと、両方ちょっとね、時間差でくるんですよね、これ。コップでキュッとね、行きたくなります。はい、さあこちらも意外でしたかね。さあ早いですね、もう3位まで行きました。ここでもうすぐベスト5いきましょう。今回は同時で2つあります。もうすぐベスト5はこちらです。カフェオレとタバコ、いいですね。そして同時です、味噌ラーメンにコーン。さっきのもやしじゃなくて味噌ラーメンのコーンですね。はい、こちらはちょっとね、同時で来ちゃいましたね。もうちょっと捨てられなかったですね。タバコはもうやめたんですが、やめて3ヶ月ぐらい経つんですかね。カフェオレちょっと飲んだ時に、どうしてもね、タバコ吸いたくなる瞬間がまだありますね。はい、コーヒーというかね、なんかカフェオレなんですよね、どっちかっていうと。はい、さあ食い込んできました。まさかのラーメンもう一発出してきました。はい、さあ2位1位何なんでしょうか。さあ第2位です。はい、白いご飯ときゅうりのきゅうちゃん。き
来ましたね。これ結構いるんじゃないですか、これ。まさかのこのここにね2位に食い込んでくると思わなかったと思うんですが、言われてみれば、いや Q ちゃんそうだよねと。たまに地元のね駅のところにラーメン屋さんがあって、ここねおかわり自由で、でなおかつこれがカウンターのね前にいくらでも取っていいようなねのがあるんで、ここ行きたさにラーメン屋入っちゃうという時があるんですよね。はい、来ました。さあ1位は何なんでしょうか。1位ですね、こちらです。はい、ビールに餃子。くーくー、来た。これはどっちかというと瓶ですかね。お酒飲まれない方はね、ちょっと申し訳ないんですが、どっちかというとこの餃子の場合は瓶なんですよね。できれば札幌黒ラベル、これが好きなんで、瓶でこう注ぎながらね、餃子をこう「あ」なんて言いながらいただくと「クー」ってなるんですよね、これ。やっぱ一番合いますね。なんやかんや言ってビールに餃子。昔スマホの前だったかな、自分のメールのアドレスはローマ字でビールに餃子というアドレスでした、実は。はい、さあ今日はこんな感じでございました。今日は本はこれですね、麺の価格。はい、こんなのを借りてみました。さあまた次回をお楽しみにください。以上、カズ劇場でした。チャンネル登録よろしくお願いします。